おはようございます。おはようございます。年末の大変お忙しい中、この赤い書籍のより多数の皆様に、ご参加いただきまして本当にありがとうございます。去年の12月にこの下戸公園が見通しの良い完全安心な公園に生まれ変わりました。そして今日、展示に交番機能、そして地域の安全安心センター、一体となった機能が加わりました。これもひとえに、普段からこの地域を自分たちで守っていただいている地域の皆様、そして、施設の皆様、本当に多くの関係の皆様のおかげで、今日の日を迎えることができました。下戸公園はご承知の通り、この福岡の中でも一番中心の象徴となる公園です。そしてそれはまた同時に、九州の中で一番中心にある、一番やはり象徴となる公園だということです。ただし、その公園がこれまで、特に週末の夜になると、非常に、よろしくない、状況がある。まあ、こうしたことは、私も前職時代から、取材を続けておりまして、なんとかこの福岡の安全安心というところにはまずやはり象徴的な部分からです、手をつけていきたい、そうした思いをしていたわけでございます。そうした思いから県警の皆様方にもですね、ぜひ、交番の位置をこちらの公園側に移していただけないかと、こうしたお願いは、何度も渡ってしてきたわけでございます。ただ一番最初にですね、出演した後から就任前からお願いをしてきたわけでございます。まあ、そうした中、今回、大変多くの皆様の協力のもと、発信することができました。工事期間中におきましては、地域の皆様、そして関係の皆様の大変ご協力をいただきながら進めることができましたし、また、工事関係者の皆様におかれましては、安全で、そして効率的な工事を進めていただきましたこと、心より御礼申し上げたいと思います。ここは多くの若い人も集まってくる場所です。九州各地からまた全国から集まっていきます。もちろん事故行為、そうしたことを防ぐという意味合いもあるわけでございますけれども、もう一つそうした状況から抜け出したい、そんな思いを持つ、少年たちが抜け出すきっかけの場所とならないか、そうした思いもあったわけでございます。でこれまでもその地域に関してはですね、本当に上皇区の地域の皆様、そしてガーディアンエンジェルスの皆様のような本当に献身的な主的な活動によって安全安心に支えられてきたわけでございますが、次回の場所を見ていただければ分かると思います。非常にガラスが非常に大きいんですね。見通しが非常に良い形になっていて、中にいてですね、いつでも外の様子を見えることができます。また、もっと例えば警察に相談に行くという形で、もっとハードル軽く、敷居が低い形で、私に相談に来ることもできる、そんな安全安心センター、そして交番機能になっているんじゃないかというふうに思います。ぜひ、関係の皆様にはですね、ご活用を、ぜひ、していただきたいです。そして、この公園が福岡のど真ん中の所長の公園として、そしてまた、これからの福岡が、どんどんこの中心から、安全安心が広がっていく、そして地域活動が盛んになっていく、そんな象徴の公園になればいいなというふうに考えております。多くの関係者の皆様方に本当に感謝の気持ちを、申し上げまして、挨拶をさせていただきます。本日は誠にありがとうございます。それではデジタルサイネージをご指導いただく公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会中央支部長三好光一様から高島市長に目録の贈呈をお願いしたいと思います。それではよろしくお願いします。緊急地震速報連動型高層自動切り替えシステムをご起動いただく株式会社昭和マーケティングシステムズ代表取締役尾崎健様から高島市長に目録の贈呈をお願いいたします。